ちびやん勤労のちょっとだけよ。あ、なんかね、画面が全然変わっちゃって、前はマイクのこう触れが見えたんでちゃんとマイク入ってるか分かったんですけど、無音放送なることもありうるね。かもね。眩しい。お父さん、どうだったね。閉めます。そっち、そんな閉めなくて、せっかく言う、何日ぶりの太陽だと思ってんだよね。ゴーチ、座れ。今日はですね、何日だ、11月13日火曜日、まだ午前10時18分です。あれ、お前映ってないでしょ。うん、映ってないみたい。ちょっとしか映らない。こんにゃん、顔を伝うってね、もうちょっと、うん、俺が座高高すぎるね。座高顔半分でしょ。まだまだ下映ってない。午前やる前にちゃんと調整しないで。してください、ちゃんと。後ろに座ってもらったね。こうなる。うん。やっと下がんなくていいよ。前から鼻が出るから。あ、おー。またもや火曜日の登場です。なんと。3週連続ぐらい火曜日だよ。うん。さて、今日のテーマは？テーマ別にないです。考えていない。いいんだって。フリートークだ。フリートークも皆さん来てきましたよ。鼻かい。今週珍しくな、日曜日暇だったんだよね。うん、今週はいろいろ喋ることあるね。あるよ。まあ徐々にね。あれに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 。そんなにあるか。なかった。いや、お尻痛い。痔の調子が悪いです。痔の調子痛いの？座ってて。じゃあ後で調教に針しといてあげる。電列の上の方ですね。電列、電列って分かんない。電列の分かんない。電部の割れ目の上です。肛門と尾底骨の先っぽとの間です。そこに3寸ぐらい。ガレガレ。入れて。ガレ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 。そしてお尻のこの割れ目の横にも針。10センチぐらい。ガレ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 。パーって出てるし。グリグリ刺す。日曜日珍しく暇だったから、まあ、できないこともなかったけど、自分たちの治療をしてました。私は木曜日にしてもらったけど、君はな、午前中やって、うん、お宅午後から母さんの治療してた、うん、ライラライの治療してました。明日明後日は休みです。なんと、明日油絵でも描くかなと思ってるんですけど、もしかしたらスマホで中継するかもしれないですけど、ただ音楽流したからいつも絵描いてるもんだから、音楽流したらこれ YouTube と違ってまずいみたいなんで、うん、ダメ元で流す、で消されるなら消せとかって、ね、うん、消される前に YouTube に飛ばしてやるYouTube だって一本音楽流して映像作ってるのにな、ライブだからダメなのかもしれないけど、うん、どうせ見てる人いねえかもいいべやって話して興味いません、うん、生で見てくれなくても録画してあるんで、うん、見てちょ。その日曜日のですね、夜の出来事です。なんと、早く帰れたんでね、もう7時前には夕飯食い終わって、で、トラさんの DVD を見ようと思って、最終号だね、うん、48回目、47作目かな、最後の47作目、4度目のリリーが出てくるやつで、ね、うん、で、あんまり普段はね、珍味とか食べないんですけどね、ノンアルコールビールまで残ったし、こまいよね、食べるかいっつってマヨネーズに七味唐辛子をかけて、うん、一味ね、一味か、うん、で、つけたらうまいってね、うん、結構こんな長めにね、俺ちょん切ったらほんまかじっちゃう癖があってね、こうやってブッチンブッチンってね、2、3回やったらなんかね、ガリ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 って音して、まあ今ちょっと喋ってて見える人は見えるかもしれないですけど、うん、なんと前歯が折れてしまいました。前歯映ってる？こっちから暗くて分かんないな、暗かです、分かんないせいかないですね、アップになってください、アップなんなくて分かった、あれ人間ね、これああ、
後で見てこれテレビで見たら大爆笑だね。うん。初めなん、ま、ガリってたからやばいと思って口から出したらなんか白いのが出てきて、歯とは思わないで、いつも銀歯じゃ取れたことないからで下でえってやったら、あ、ないと思って鏡見たら高校の時の同級生がなんか喧嘩して殴られた時の歯折れたやつに同じ状態になってましたまた歯医者ですよ2度目の銀歯取れた時7月に取れて、先月の今頃10月の初めぐらいにやっと終わって1ヶ月ぐらいしか経ってないのに、うん、今年だから5月6月とこの1ヶ月だ、3ヶ月以外は全部歯医者です一周しちゃったね。まあちょっとだけこれ猫残ってるんで、もうなんとか刺し歯じゃないけどなんかくっつけてな、うん、作ってもらおうかって、ね、刺し歯嫌なんで。それもまたね、うちのやつの姉ちゃんの旦那も同じようにこまえ食ってて、前歯を、ね、姉ちゃんの旦那はこまえじゃなくてスルメ。スルメかい。スルメだってちぎって食えばな、そうでもないのにな。いや、スルメって本当の硬いスルメだから。あとこんなでかいやつがこまかぶちてたわけでね足がね、ってやつ同じだってこまえと、うん、でバキッて折ったから気をつけるよっていつも言われたんだけど、そんなんで折れんわって話だったんだけど、うん、ピチャピチャしゃぶってればよかった。あ、やばくなったら食べればいい。ちぎってな、やっぱり奥まで食ってればよかったんだけど。そうだ、この長いものだからいつもガーってかじって引っ張ってやる癖があってな。まあいった、また3ヶ月以上通わなきゃいけないですね。果たして正月歯抜けじじのまま迎えるのか入れてくれると思うけどね、狩り場みたいな。狩り場は入れるだろうけどさ、うん、なんか薬みたいに残ってて、それが今薬臭いです。昨日も風呂入ってやむかなと、まあ大丈夫だったんで、でもなんかやっぱり、うん、風呂入る前はちょっと酒飲めねえなと思って、うん、まだ1本ものが残ってるんで、うん、今日は風呂上がりいいのかと、うんうん、参りました。なんかもう抜けた後5分ぐらいぼーっと呆然としてたよ抜けた、折れたっちゅうのもショックだけど、また通うのかと思ったんでゾッとしてるいやー、歯当たりどしたね、うん、うちら行ってるなんかちょっと神社がなぜか僕の数えて49歳かな、ほんと厄年に翻訳に当たっていて、まあこの厄ぐらいやったらな、うん、よしとする。まあ3年ぐらい歯医者行ってなかったんでね、その分いっぺんに出たようなもんで、ほんと、まあ、右側の銀歯もまあ古いからまた取れなきゃいけない、うん、怖いものがあるな。2月ぐらいにその前歯が治って、3月、4月ぐらいだね。それまずいよ、5月の薄いぐらいに休み取るかもしれないからな。うん、それはかぶせればなんとかなんだよね。うん、まあそうだけどさ。うん、あ、そっか、前回もそうだよ。9月の薄い休みの時まだ、うん。そうだよ。仮歯の土台しか入ってなかったんだよな、ね。仮歯つけたのに、3日目でガム食って取れちゃった。ほんと誰がガム食ってんの。仮歯入ってるっつうのガム食ってるし。おっさん、その前にもあったしね、事件ね。何言ってた、コーヒーカップかよ。んここは違う違う違う、何だったっけ事件。ん、家のオーシュレット。あ、オーシュレットね。うん、朝それよりちょっと前だよ。うん、その 2,3 日前からね、うん、朝は普通に動いたんですけどね、電源のボタンしかもう動かなくなってしまって、で電源抜き差ししても何もなくて、他のボタンは全く反応しなくて、水も出てこないんですよね。うん、ネットで調べたらなんか中の基板が壊れたみたいな感じで、でいつもいろいろ頼んでる業者の人もウォシュレットはやっぱり取り付けぐらいしかやってないからわからないみたいで、そしたらとうとうに頼むとなんかね、やっぱりアバシにあるかどうかもわかんないし、出張料とか取られるから、ネットでやった人は9,000円ぐらい取れたとかっていうから、うん、ウォシュレット自体いくらぐらいするのかなと思って見たら、安いやつは1万3000円ぐらいで売ってるんだよね、うん、自分でもつけれますよとかって言って、だから電気屋に売ってるやつも自分でつけれるから、しかも今ついてるんだったら簡単にまたさらに配管なんも変える必要ないからさ、うん、水止めて外せばつけれますよって言うから、この間ガスレンジ買ったばっかりなのにねちょっと痛いしびれなんですけど、うん、本当はこの治療院の今ロッカー買おうと思って、
歯医者終わったら買おうと思ってたのにちょっと先月忙しいからです、いやもう買わなきゃダメだと思って、年末まずいわと思って、本当この明日明後日の連休前ぐらいにも買おうと思ったんだけど、なかなか忙しいっていうか、なんか新刊の患者さんがよく来てるってな、ありがたいこと。結構ホームページ見てくる人が多くて、スマホの影響だね、さっきのソフトバンクからスマホどうですかって言ったけど、9月に買ったばっかりですとかって断りました、そんなんでね、もうでもまあもう今医学書入ってる本棚はね、俺が高校の時に買ったほど長い本棚だからもうねボロいんで、それは家に持って帰って俺の CD 入れにしようと思ってね。で、あとうちらの服入れるな、ロッカーも買おうと思って。眠たいね。あとはですね、まあ大した話じゃないんですけど、iPod Touch 快適に使ってるんですけど、あ、これスマホ用のね三脚なんですね、これ。これ明日って使ってやればまあテレビこうやってこうなってね。ここで、ここでガバッとこう挟んで、ここにスマホを挟むんですね。で正面から撮ると。焼肉中継とかね、来年やりたいですね。固定しないとやっぱり映像かなり悪かったからね。この間の開封作業ひどい映像だったんで。携帯はいいんだけど。iPod Touch だね。携帯もね、前ちょっと表面に貼ったあの シールが指紋だらけで、あの指紋だって何て言われたの？泡って Y 千田さんに言われてしまったんで、今度はツルツルです。貼り直しました。これ向こう映ってるからツルツルだ。ツルツル。裏はケースはハワイ風です。なんとこれもね、ハワイだなっていつも大したの。これお守りなんですね。これお守り、ハワイにいつも大使あるんですよ。これはね、ハワイのホヌホヌって、これあれだね、亀です。亀です。コアウッドで作られた。これなんと、これが ABC ストアで売ってるキティちゃんが、日に焼けたキティちゃんですね。これ見えるかな。なんとしては ABC のレジ袋を下げてるという。なんとそんなのレアものです。君買ってきたの？昔もらったんだね。もらったんだ。あの Y さんに。ブログの中も誰を Y さんって、K さんだね。そしたら何でもいいわ。そして iPod Touch は、これうちの親が作ってくれた袋に、ハワイ、これまたハワイ風の、これハワイアンキュート、生地を送ってね、冬暇だから作ってくれた。そうそう、あっという間に作ってくれて、びっくりした、ランチョンマットやらね、いろんなもの。これピンクになって、これ透明のケース、昨日やっとこれ来て、1ヶ月半ぐらいかかってやっと来てキャンセルしようかと思ったけど、やっぱりこれしかないからケースが。でここに後ろに携帯スラップのようにこれ穴開けるところがあるんですけどね、こっちはもともとついたループの方でコマ穴開いてるんですけど、ちょっとこれきつくてなんか大丈夫かなってあるんですけど、でこれがですね、こんな変なのがついてて、これ実はね、こうこっち側に、引っ掛けるとこんなになってて、裏になるとね、こういうの立つんですね。こうやってタッチできるね。手の上だから立ちづらいけど今、どっか硬いとこだったら立つんだけど、飛行機とか乗ってる時に、どっか汽車とか乗ってる時にテーブルの上にこう立てといて、でこれなんかね、イヤホンで Amazon で売ってたんだけど、ケースとこんなのがついて、あと拭くやつもついてたし、で上に表面に貼るやつもついてたんだけど、貼るやつは なぜかね、このボタンのところの穴が開いてなくて、中開けると、あ、今電池入ってね、いっぱいいろいろ入れて遊んでます。こんなちっちゃいので YouTube も見れるしな、すげえ時代だよ。そしてアップルテレビに飛ばせる？飛ばせるね。アップルテレビ調子悪いときあるね。やっぱりなんで調子悪いの？あらら、指紋ついてないと。まあ、電源入れてなかったんで起動しております。ミュージシャンの PV とか見まくってるね。
昨日マイコー祭りだったね。ただうん、マイケル・ジャクソンのね、バット25周年のポーだね、ポー CD と、なんかイギリスでやった貴重なそのマイケルの遠くから見てる人の後ろでスクリーンに出る映像を、うん、なんかマイケル VHS のビデオに残したやつが発見されて、それを DVD 化されたから、あんまりまあ映像は綺麗じゃないけど貴重だな。よく言ったらマイケルってバットの時しかツアーしてなかったんですよ、うん、次のデンジャラスの気がしたのかな、わかんないけど日本にはその記者来てないよ確か。1年半ぐらいツアーしてたって。なぜか特典映像で横浜スタジアムでやったやつがちょっと入ったけど、うん、それも DV 化しれよって話だね、うん、そっちのやつの方が映像良かったけどね。ずるいやソニー、エピックソニーよとデンジャラスの後の4枚目5枚目のシーズンの時はもう全然宣伝しなくて、もうマイケル怒ってたのに死んでからボン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 出したりして、しかも出し惜しみしてるしな、うん、ライブ版の CD となんか未収録のまた曲いっぱい入った CD と元々のバットとライブのやつと4枚組になってますけどね、昨日届いて、あとなんかマドンナのね11枚組っていうすごい今まで出た CD のやつがセットになったやつで11枚も入ってて2700円ぐらい出るんですよ、600円だから。どうしたかな、こんなんですね。ちょっとぐらいで曲流してもらったらもらえねえか、うん、イントロドンできるね、イントロ。昨日のマドンナ、マドンナにクレーム来る怖いじゃん、うん、なんとかこんな一指名見て出てな、物のいっぱい全部入れたんですけどね、うん、割と最初のアルバムが好きなんですけど、ね、イントロドン、イントロドンって言った、うん、イントロドンぐらいだったら怒られない、うん、なんかね、これ生で聞くと、ね、音がちょっとチャッチ音だよ、なんかな、チャラチャラするね、うん、ヘッドの時でもちょっとイマイチな時あるんだよね、これがデビューアルバムだったんですね。歌まで行ったら怒られるな、うん、ちょっと待ってよ、これパッて出てくる人はもう俺と年が近いですね。ああ専門学校の時に行ってた時に、あのこの1枚目のアルバムってあんまり、まあ、最初売れなかったんだよね、うん、2枚目のライクアバーチが 山ほど売れたけど、うん、売れた時に 俺しか持ってなかったんだ、これ自慢なんだよ、これ、うん、みんな貸してくれとかって、もうマドンナのレンタルレコーダー行ってもその1枚目がもうなかったんだよ ね、 もうね、うん、で俺録音しておいてね、レンタルレコーダー行きまくったけど、なぜか人の会員で行ってたな、200円か300円で入れるのにさ、なんでよ、今考えたらさ、私でさえ CD レンタル屋のカード持ってたのに、うん、中学生だもん、札幌の会社からは普通に入ったけどさ、うん、どうこれだ、あんまり見たね、マーライオンだね、マーラーかもしれないマーラーかも、サーライオンだねマーライオン、これもね、何枚目だったかな、エロティカっていうアルバムもあるから、うん、聞いたんだけど、なんかこのアルバムがいまいちだったんだけど、うん、おやばい、豚入っちゃった、もうその日にしときなさい。はい、すいません。お父さん。
ジャケット持ってます。腕もゲーム光ってます。太陽さん、これでうちのユーストリームを YouTube に飛ばしたやつも見れます。腕毛が光ってます。まあ、電話のない iPhone なんで、うん、なんか電話みたいでもできるらしいのがよくわかんないんだ。 LINE とか出るやつだと言うさ、うん、よかったね。あ、佐藤さん来て、サンタさん来てよかったね。佐藤さん、サンタさん来てよかったね。誰ね、佐藤さんって。サンタさんって言ってるでしょ。佐藤コンだね。佐藤コンです。ちまっとね、うん、佐藤チュウです。紹介しようと思ったら忘れちゃって。チュウにちまこです。マチコでしょ。 iMac が新しく出るみたいなんですけど、うち Windows 8にしようかなと思ったんだけど、うん、あのカルテに使ってるソフトがあるんですけど、それが高いんですよね。うん、で今のバージョン12まで出てるやつが、持ってるのが9だから新しく買い替えなきゃならないみたいで、それが4万円もすんだよ。見えてる？あ、見えてる。影。ここでスクリーンで映すときだけやんなかったり、うん、やったなんか色動くな、俺は開かねえぞ。口を叩かちゃう。それ、なんここで分けるよ。小学校1年生の時にな、これ友達に教えてもらった。できないって言われた。 S 君に教えてもらった。これ両手できる。できない。ほら。なんでか。できますか。何の得もないって。でもワンワンできないでしょ君。ワン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 。小指でも口開ける。ワンワン。でもここも隙間空いてるでしょ。隙間スイッチです。今。大した話もねえな。うん、ないね。まあ外からこの中継。ちょっと背景でも言ってもらおうかな。背景トラジロー、はい。手の退院背景、最初か最後に言ってもらおうかな。トラさん、最後のやつ終わったと思ったらまだあったもんね。うん、なんか97年ぐらいに公開した浅岡瑠璃子のリリーとのなんか沖縄のやつのやつを振り返りながらなんか合成して、うん、今の三つ男が出てくるみたいな感じで、うん、吉岡秀隆だっけ。なかなかいいね、三つ男シリーズ、いわゆる。最後のやつ、かなり良かったね。ねえ、良かったね。うん、いや、うん、トラさんの勢いなくなったけど、やっぱり三つ男もいい味出してたね。三つ男ついに言ったもんな。うん。泉さん。うん、泉たんだね。うん、三つ男シリーズ、必ず徳永の歌が流れます。その浅川瑠璃子、リリーは4回でできてるんですけど、最初に出会うのはなんと網走なんですね。そうそうそう。でもちろん沖縄とか奄美大島で最後出会ったりしてるんです。そこにちょっと石碑が立ってるんですけど、写真入りで石碑が立ってるんですけど、網走、うん、何にもないです。網走、うん、郵便局の横で、あの鳥居のすぐ横のとこでな、養生、うん、の端っこの駅の方で、そこでレコードを売ってたんだよ、ね、レコードを売って、うん、で多分な網走橋かなんか渡るシーンがあるんで、そこは浅川瑠璃子と出会って、で二つ岩とか道志岩が見える海岸町あたりで夏なんで、うん、撮影してる。うん、せめてそのレコード売った場所とかにさ、うん、なんか立ててくれって思って。幸せの黄色いハンカチだってやってるのにさ、そうだよ。そういうなんかそういう映画撮影したとこも観光に結びつけないっていう、そういうのよ、なんていうの。いや多くの本当すごいよね、トラさんファンはいると思うんで、うん、リリーが最初に出会ったとこなんて、そうそうそう、絶対見に来てる山ほどいるのに、うん、一応ここなんだなって、何にもないわと思って、うん、がっかりして帰ると思うよ、ね、うん、その時うちの店に監督、ワンカップ買いに来ました。山田洋次監督来たそうです。うちの母さん旧愛坂商店、あ、なんか誰か見たことあんなと思ったらワンカップ買ってジャンバー来た、普通のおっさんだった。そうそうそう、ああサインもらえなかったの。でもお母さんの分かんないし、昔来た感じなんだよな、エキストラで出たことあるから、ね、そう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 、幸せの黄色い感じだっけ。うん、そうそう、あ、違う、トラさんか。トラさんじゃないよ、トラさんだべや。トラさんか。うん、トラさん。え、父さん、網走駅で確か降りるでしょ。幸せの黄色いハンカチでさ、あの、なんか駅前で、うん、どっちだったか忘れてた。確かそうだ、父さんだったような気がしたけどな、あの頃、
トラさんがよくやってたからってね。そうだったかな。でも全然どこに出てたか分からなかったんですけど、ね、本人も分からないようなこと言ったから、ね、一瞬なんですと。長かったね、トラさん。そうだね、うん、基本最初全然知らなかったからね、トラさんの良さを。そう、 BS か、あ、ルルルルル CS で、スカパーで見たんだよね。DVD 買ってたのにね、去年の年末、12月で1月で、いや、ワーワーでやったのさ。ワーワーだ、そうだ。2ヶ月で全部やってたの。うん、なんだよ、それと思ったけど、しょうがねえやと思って。うん、今もまたやってるんですけどな。面白かったわ、トラさん。だんだん年取ってくると出てくるシーンも減ってくるよな、ほんとな。三つ男の方が多かったりさ、うん、するけど。面白い。三つ男って誰か分かります？妹のさくらとひろしの息子です。ジュンですね、北の国から。あらら、ごめん、名前落ちた。スクリーン性を出して。ほんとは30分以上も喋ったところ、うん。ほら、26分でしょ。そろそろお開きにする？じゃあ私の指抜きの音でも聞いてもらう。でも指映ってないよ。音でわかるじゃん。立たなくてもいいじゃん。顔消えちまうじゃん。うん、あら、かか、ほら、そんなことしません。あぶん、あぶん、お父さん、まあ、お父さんって、お父さん、じゃあ剣だね。あとは君のね、おじさんが昨日、うんうん、亡くなりました。明日お通夜の方でやってきます。お母さんのお姉さんの旦那さんですね。うん、お母さん5人兄弟だからな、おじさんお子さん多いよなと、うん、うちなんかも父親いないし、母親だけだから、親2人兄弟なんで、おじとおばしかいません。うん、おじと16歳の年変わりません。おじ中学でですが働いたから、働いた年に俺生まれてるみたいな。6月に、おじさん5月に誕生日で、二十歳ぐらいで俺にもうおじさんって言われて、二十歳か21ぐらいで。去年の夏ぐらいからいとこがビオロに転勤で来てるんですけど、一度も遊びに来ました。何してんだおめえは。そのうちまた札幌戻っちまうべっちゃう。まあいいけど、あいつビフォルのスーパーかな。うん、もともと何系だったっけ、違ったっけ。あ、シーボーイか。もともとシーボーイ系だった。うん、それの系列の、そう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 、 C 町だね。うん、かわしいでもありますね、 C 町、うん、C 町、 C 町、 C 町ってさ、違う方に言われてたでしょ。何ですか、田舎町、カントリー町、 C 町。うん、野球はちょっとし、うん、なんかコーチもいっぱい出てっちゃうし、うん、斉藤佑樹なんか今日もキャンプから戻ってくるって、うん、あれなんか WBC やつに出るからさ、うん、当番ないとは思うけど、うん、メンバーに入ったらってだけで、糸井は出るだろうけどさ、うん、先発で。来年のファイターズのキャプテンは一体誰になるんでしょうか。健介なくなって、なんか糸井とか小屋のとか、ほら、なんかまた右の肘に手術、2回目の手術するとかです。手術。なんかトゲみたいなこう出てくるでしょ。骨極だね。骨極。骨極。極突起もあります。金子なんか膝の手術で3ヶ月だよ。開幕間に合わねえね。あいつ体硬いんだよ。走っただけで膝痛くなんなっつうのと。それは阿部だべ。巨人の阿部。
匂いがしょっちゅうふくらはぎ痛くなってる。走っただけできちんと伸ばしておけっつうの。特別な守備したわけでもないのにさ。一郎聞いたらはたかれるぞ。そんなさ、打って走っただけなの。そんな足つったり。いや、元からはあったんだろうけどさ。でも体硬いんだよ、そういう人は。伸ばしたいないんです。清原なんて見れば上半身痛いとかね。お前レスラーになるつもりかと思って。あんな下半身蹴られたらあっという間に倒れるぞって。あいつハワイ行ってもらえばヒサロイ行ってるとってアホじゃねえのかと思って。皮膚癌で死ぬぞって。黒いのは松崎しげるだけでいいっちゃう。ヒサロイ行く人もうつ伏せになって肛門のケツの割れ目割れて焼いてるって。ケツ開いて。君もヒサロ言ってたことあったよね。昔ね。うん。でもすぐ取れちゃうんだよな、やっぱり。そっか。ハワイって焼けだってすぐ取れちゃうんだよさ。うん。もともとあんまり外出ないからさ。うん。首がどうしたこう、こう、こう。構わんかってちょっとだから。来週は16から20日の間に出てきたいですって。いつまでも火曜日になっちゃうんですけど。もう11月も半分終わっちゃいますね。明後日くらいには網走も初雪が降りそうです。でも遅いでしょ初雪、うん、だいぶもう雨ばっかりだからもう、まあ、雨やったら雪の方がいいかなって感じでしたもんな、うん、みぞれは嫌だけど、うん、天気悪いからもう朝から家の中暗くてね。カンナ派です。笑ってください。まいったね。水谷豊風だね。北野広大風に言って。まいったね。あらららららららって。うん、そうそうそう。いでらきょうもやね。お恥ずかしいっちゃあれしないって、それ違うべき。ってか貴族だね。あー。ドゥンドゥンドゥン。うわ、あー。ドゥン。知らないでしょ、みんな。若い人は。面白かったんだけど。面白かった。アレンチーチーとかね。うん、出たね。あ、なんだっけな。汗かくおっちゃん。うん、汗かくおっちゃん。松平健じゃないし。マイク入ってるかな、これ。元気が出るテレビに出た。うん。へぇー。カジキツル。うん。まあ、出てこないよ、松なんとか。うん。ということで。はい。お開きにしましょう。先週も見せましたけど、年末年始はこんな感じです。おお、あ、あ、おお、あ、あ。こんな感じです。見えるかな？じゃあまた来週。ジグザグで、さようなら。バホー。わきげのねーなでした。また来週。